<laughs> 来た <laughs> こんばんはつんでんさん一番ありがとうございますおお一気に来たありがとうございます <laughs> こんばんは香りちゃんはい <laughs> 好きだってありがとうございます私も好き 一番って名前呼んでもらえるんだって <laughs> 今日初めて呼びました。<laughs> じゃあ二番と三番も呼んじゃおう。二番浦川さん、三番なつきさん。<laughs> イエーイ。返事が元気ですねってやった。じゃあ一二三番の人呼びますね。でもそうしたらね四番の人が可哀想になっちゃう。 何その精度だって <laughs> あら1番今まであった今日からスタートだごめんなさい27番の僕もって公演終わりましたイェイ顔公演のパフォーマンスとってもいいねうそうでですすよねかれしい本当ですかえうれしい,本当ですかえ嬉しい 公園楽しかったよありがとうございます服かわい,いそう <laughs> これは家着声かわいいありがとうございます嬉しいです今日アップでたくさん映ってて嘘だね嬉しいティフでファンになりました本当にですかえ信じていいですかえ嬉しいです こいちゃんと話した楽しそう楽しいかな楽しいよ声大きくなったね本当ですかあ、わがまななわがまな流れ星セリフね、そう見た目わかりありがとうございます公園のカオちゃん注目してる本当ですか骨折しましたえ大丈夫奥山さんえだどっかな そう明日の君みだれ16期歳16きじゃない16期生えっとえっとまいちゃんとあやかちゃんきたお疲れ様だってありがとうやった珍しい嬉しいイェーイ <laughs> あそうそう君みだれえっとまいちゃんとさきぽんとえー、っとあやみんとえー、っと くるるんですねニヤニヤさせてくれてありがとう前田もお疲れ様だってや,やかちゃん昨日前田可愛かっただってよかったね見てるお楽しみーだって楽しみ,み見えたら見たいお香かおりちゃんはの日目に初握手やった16期歳 まあ16期生ってやつこうちゃんさんお誕生日おめでとうございますハッピーバーステー AKB 入って一番嬉しかったことは何だろうやっぱり衣装を着れたことですかねいやでもいっぱいありますね一つに絞れません骨折しちゃ大丈夫あそうだ忘れてた明日の あのー、明日のうわ換感がってます嬉しい明日の3時からめっちゃあやかちゃん可愛いってコメント来てるんだけどちょっと皆さん待ってくださいつられないでくださいよーあやかちゃんに行っちゃうんですかおこ <laughs> はいえっと明日のなんだっけ明日の えーと、何をしたっけ香ちゃんアピっておいたよ。おおありがとうございます。そう3時から4時ありがとうございます。教えてくれて。そう3時から朝の3時じゃないですよ。夜ですよ。ん夜でもないわ。夕方ですよ。夕方の夜夕方の3時から4時かなの間に16期生だけであのー、じゃんけん大会の。 ショールールムのやつです前座に教えしたゃおいちゃんに怒られるなら言ってもいいなえダメダメですよ支変しちゃまなかちゃん発見しましたかおりんが優勝するのからえ私じゃんけん弱いんでめっちゃ揺らしちゃったマナカっちょが来てくれた 私マジでで弱いんんすよねそう、なんかだ、どうでもいいじゃんけんは結構勝つんですよ例えば何がどうでもいいかなどっちが先お風呂行くかみたいなどっちが先お風呂行くかじゃんけんとかはと別にいいじゃないですかそういうのは勝っちゃうんですけどこういう大事なじゃんけんは絶対に負けるのでははい、私は無理です <laughs> 負けちゃうんですよね最初はグーじゃんけんほい。 待ってた待ってたよおし変していい本当ですかうちの顔にりがお世話になりました16期じゃんけん強そうな子はえー、じゃんけんつきそうな勝ったらってやばいやっぱり負けたんだ16期みんなかわいせいでどうしよう喜ぶみんなに伝えときますえなんだろうなうーん何私何の話してましたっけ 強そう確かに確かにわかるあなげも強そう誰が強いんだろうなハリマちゃん強いのかなこの前たまたまショールーム見てかおりちゃん気になってるほんとですか嬉しい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 おし編しようかなとか嬉しいけど本戦出たら目立てる確かにかおりんはじゃんけんの相手の明日に負けそう そそうそうなかちゃんの言う通りそう私はあのプレッシャーに弱いのでそうだから確かに後で負けそうなんか後出しして負けたりしそう <laughs> そうさ誰が出るかな誰が出るかな全員で出せばいいんじゃないそれはめ全員ででみんなで 何グー出すとかいうふうに決めて全員が同じやつを出す一緒にでもそれをすれば私は多分焦って間違えてみんなと違うのを出しちゃいそうですね確かにまなかちゃんも強そうなんだっけななんかの漫画かなんかで見たんですけどなんだっけなんか グー出してチョキ出したけど俺のチョキはグーに勝つってやってた <laughs> みんなでグーでしましょうきっとえんじゃんけんならね確かにえ、どういうこと <laughs> 確かにって言ったけどわかんないうん。みんなでグー出すとどういうことどういうことわからんえんじゃんけんってどういうことえ、なんでなんでえ、どういう意味 かなちゃんも来たイエーイめっちゃ来てくれて嬉しいイエイイエイイイどどういうことずっとあいこってことあだから違うグーの次はパーねその次はチョキねとか言って言うのそしたら絶対間違えるわ途中で忘れちゃうよくあるんですよなんか小学校の時に同じグッパらしましょうでなぎも来た <laughs> いいいっぱいっぱるやたーしかも凪のなんかめっちゃびっくりマークついてるんだけど <laughs> 確かに一生決まないでもねなんかね小学校の時に友達と出すの一緒に決めようって言っててあそう「グッパラしましょうで」で一緒のグッグッグッパーパーねってか決めててそれでグッパラしたのにあのしたのになんか。 間違えちゃって私がでチームが一緒にならなくなっちゃったのそういうバカですグッパラえグッパラとはって書いてるえグッパラしましょっえ知らないのえグッパラしましょう知らないのナーミンを探せいないかなグッパラし グッパラしましょうリノッタリノタっ,って言ってなんか例えばグーとグーだ四人いてグーとグーとパパがいたらグーとグーの人がチーム一緒ってことですよえ本当にマジで言ってますかあなんなにグッパーパーでよいよいヨスなにそれなにヨイヨイヨスってえグッパラしましょうで一緒になったらリノッタ って言うんですけど、知らないですかええマジかほんとに面白いですねなんかギャップみギャップじゃないけど地方ギャップ的な「りーのったってあいこでしょ」ってこと多分 <laughs> うふうなぎのも面白いわだいぶいよいよいよっすうなぎのが一番面白いじゃん <laughs> いよ <laughs> いよっすだって <laughs> 面白いえー、言わないんだびっくりグッとパーで別れましょうだってへえー、<laughs> いよいよ。すごいな私はへえー、なんか意外知らないっていうのがびっくりしました地域で違うんだ今日岡山行ってきたよだっておーいいねやったグッとパーで別れましょうへえー、そうなんだ あーははー勉強になりましたグッパで終わりなんだからってへ、えーそうなんだ面白い楽しいですね私の地方限定なのかなそんなことある今日の公演最高だってお前の公演の時より成長してたってありがとうございます嬉しい今日最高だったって言ってくれて嬉しすぎます 最初はアクシカエルどんな話が好きどんなのでも大好き同じ県でも違うとこえーお料理するあんましないけどでもやろうと思えばしますよ手のひらみしてはいカオリの友達限定じゃないですよえぇークルルンとの掛け合い受け…え本当に受けてましたあのそうセレフ最初迷ってて リハーサルの時ににななんんか微妙っっちゃったんですよで、すよどうしようって思ってそれでスタッフさんとかゆいりさんと話してたらゆいりさんが「今日はハグの日だよ」って教えてくれたんですよそれでそ,それ使おうと思ってやりました髪染めてないです元から茶色です茶色でもないけど染めてないですよ染めたら言いますね言いますねってか染めないけどそうそうそう 教えてもらったハグの日って今日も2100円言う,言うじゃあ最後にやります誰とハグしたのって指鳴らしてそう同い年ですよ金髪にはしないかなやばいめっちゃ気持ちほしいは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 い いか <laughs> 焼きの回面白かったおあれはね私たち考えました <laughs> おーないだしね指パッチン勝負しような絶対勝つぞみなさんもご一緒の公開練習妻も娘もいないのでハグしてませんか私誰とハグした今日はね クルルンとそのユニットの時にしたのとあとあやみんともしたしあと誰とハグしただろうね結構するよ結婚するよとか言っメイクいつもと一緒ですよ次うまくいくかな今日で76回目そうなんですかハグすると落ち着くらしいですね そうクールに拒まれるっていうやつにしましたその方が面白いかなって最初は「そいいよ」って言ってハグする設定だったんですけどでも逃げた方が楽しいかなってなってあタワータワーが来た中村さんだタワーごめんなさいごめんなさいごめんなさいあ,ーあれごめんなさい 間違えてね LINE 開いちゃいましたごめんなさい LINE がここに出てくるんですけど開いちゃいました間違えて押したつもりなかったんですけど押しちゃいましたごめんなさいめっちゃ大きい声出しちゃったかおりちゃんバカごめん <laughs> ごめんなさいねただいま「なぎる冷静やま」ってなになに 何見たいなげがコメントしてたの何？になげなんて言ってたの見たいどこなげどこにいるの <laughs> タワーわ、なげタワーありがとうございますえ、わかんなかったなげのコメント見れなかったどんなコメントしてたんですか冷静ってどういうか何？どんなコメントしてたの 少々お待ちをって言ってくれたの。ありがとう。フなぎはね、レレレのおじさんなんだよ。今日ね、楽屋の掃除でね、変なほ器持ってたからに、ね、レ,レレレのおじさんでしょって言ってるそうだよ、私、レレレのおじさんなんだよって言ってた。おずんどこですかずんどこどっこいしょ来たのどこにいるの見えない。見えないけど来てくれたの ありずんありがずんえっ、ー、と、鈴ずちゃんにありがとうっていうときはがしって言いますはいがしありがしありがしで、ありがしであり言うの面倒い,いからがしっていうお化け屋敷大好きですありがし、そうそう鈴ずはだからありがしっていうのでも、長いからがしっていうの <laughs> 何からアベ氏って来たんだけどアベ氏アベ氏だっけなんかさ愛菜香ちゃんがさ例えば愛菜香ちゃんが足を打った時びっくりした愛菜香ちゃんがねなんか前足を打ったんですよ多分どっかでそしたら「アベ氏って言う <laughs> 痛いって言わないんですよあの人めっちゃ面白い愛菜香ちゃんそうそう 安倍氏だったんだだと思ってた私 <laughs> いつも言うんですよほんとに面白い安倍氏って言うの面白くない愛なかちゃんマジでツボまなかちゃんと凪はほんとにツボです面白いです凪 <laughs> さんのアバター何なん青色の灰色の髪の女の子だった気がする違うっけ <laughs> 僕はかおイちゃんがツボイエーイツボそう MC のまなかちゃん本当に面白すぎてねやばい面白すぎる <laughs> ああなげのアバターひだった待って見して羊だ羊はうちにもいます2体いるんですよ羊あのねおいどこ行ったっけな いいないちょっと下の方にいるから潜ってるけどもう一体の方の羊はこっちにいる前見たやつほれほれこれこうやって寝るんだよ寝るときこうやって <laughs> 頭顔にのせんのどこ行ったんだろうな上の方にいるんです声かわいいですねありがとうございますそう仲良しだよ <laughs> スカイフ・ヒラリーの替え歌なんかしたっけ私替え歌大好きなんですよもう替え歌作るのが大好きで新幹線とか乗ってる時とか替え歌作りますね勝手に何アメリカの花火大会で2万発花火を花火師の人が間違えて全部展開しちゃって重機棒ええー、最悪それはひどい爆発みたいになりそう庄司さんって可愛い方ですよねそうですよ おとなしく新幹線に乗っててください。嫌です。替え歌をーンで送って無理無理無理。怒られちゃいそうだもん。そんじゃないよね。ですかいて。あそこはいつもね、勢い。ああ、ここ映る映る映るって思って <laughs> 花火見に行ったらっていいな、今年見てないです、花火。誰か打ち上げてくんないかな。 そう替え歌うまいですよ私よく作ってるそう面白いの可愛 <laughs> いい本実家は都会ですかめっちゃ田舎ですびっくりするぐらい田舎ですめっちゃ田舎ですなんかそう本当に田舎 本当に可愛い嬉しい。本当に嬉しい。そう、家、お家瓦の屋根ですよ。そうそう、瓦の屋根なの。瓦に乗れるぐらい、広い瓦が。乗れるよ。でも、瓦ずれるとおじいちゃんに怒られるから、乗れないけどね。岡山から、あいつもありがとうございます。いつか姫の田舎紹介してほしい。え、何もない。近くにあるのはね、何もない、本当に。 東京には駅入り受かってから来たのそうですよ井戸はあ井戸はねある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 自分家にはないけど近所に井戸がありますなんか井戸が好きで好きってかそうよく遊びに行ってたお兵庫から「こんばんは」だって近いですねあ蔵があるよ蔵蔵がお家にある おじいちゃんの蔵があるそ,そうそう「完食は止まらない」だって面白い「完食は止まらない」<laughs> コンビニと竹林と病院しかないお 育ち良くないですよ普通ですよ。北海道いいですね。<laughs> 完食は止まらないうまいね。<laughs> 毎日夜中の <laughs> 時間に食べちゃう。こ <laughs> ん。 ビニで見かける美味しいスイーツに買ってしまった」「あれから僕はめっちゃ太った」<laughs>「面白くできない」「待って本当はもっと面白く作れるんですよ」 そんな体重なんて増えてるわけない <laughs> どんどんとどんどんとどんどんと何がいいかなどんどんとどんどんと。 増えるのはファンの人じゃなくて体重わ <laughs> からん <laughs> 体脂肪止まらないこのままじゃ首になる。<laughs> はいごめんなさい黙ります。<laughs> <laughs> はいもう黙ります <laughs> 体重フ <laughs> うまいうまいヘイデンさんうまい <laughs> 面白っデブコウやラッシュアワーフフてなじフ簡単に。 その姿見つかえうたでクビになるやだ皆さんもご一緒に過去ご飯を <laughs> あ知ってるしのぶさんの考えたやつめっちゃ面白いですよねそれ知っ,てる知ってる知ってる知ってるすごい面白かったのふ <laughs> かえう楽しいね楽しい 皆さんもご一緒に炊くご飯。<laughs> 1.5リットルのクリームソーダ。買うしか。でも今日私が買ったのはお水です。えらい。食べ放題行ってみたい。あー、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。食べ放題はね、あんま食べらんないんですよ。私、意外とね、意外と、そう、なんだもうこれは言ってるんですけど、 あの量は別に食べないんですよただ甘いものが好きなだけで量はそんな食べないから食べ放題行くと損しちゃうんですよあんまり食べられない本当はに、ね、お水ですよ見せますよラベル取ってないからここだけ見せるほう水でしょはいこれは水です砂糖水じゃないです初見ですありがとうございます焼肉行ってだってもう行きたい焼肉行きたいそう意外と上食お肉は何が好きですか塩タン ケーキ食べ放題は3個ぐらい食べれるかなわかんないけどそう回転寿司ずし7さらえでの夜じゃなくて完食の夜 <laughs> どうなるかわからないよって <laughs> どうなるかわかんないよ, <laughs> なかかないよ食べたら。<laughs> うお昨日公園行ったってありがとうございますどうなるかわからないよ <laughs> あと何がいいかな16回のセットリストクロスはデブス <laughs> 来られる来られる 腹ン <laughs> の夜面白い <laughs> レッツゴー食欲だって <laughs> レッツゴーコンビニ <laughs> ファミマにセブンに <laughs> ファミマにセブンにローソン <laughs> やばいやばい <laughs> お初です かおりちゃんのキャラめっちゃいいね見てると元気になるえ嬉しいありがとうございますそんなこと言ってくれて嬉しいですやったーコンビニレッツゴー <laughs> いつもいつも10時にエブリデイ <laughs> なんか買おうよ その肉は嘘をつかない <laughs> 面白そうおー彼女になりますかいいねユイリが香里ちゃん大好きだって嘘だどこ情報ですか嘘嬉しいそんなのあったら <laughs> 痩せたってったかぴょんさん本当ですか もう1個だけ買い渡しよう,うーんと完食グーねやばい完食グーね本人が言ってただって嬉しい嬉しい今日ねちょっとねそう後ろからちょっとひっついちゃった初めてやっちゃった とももエビデンスだってえあと何があるだろう何があるかなそうなんなし憧れのポップうんーそんなもんかなもっとかえざ作ったら発表しよう右足エビフライって誰かも言ってた16期の誰かも言ってた 右足デブでデブでやんす <laughs> 右足デブでやんすと <laughs> かおりちゃん娘にしたええー、ありがとうございます嬉しい私がでも娘やったね反抗期ないから楽ちんですよそうはんこなかったから <laughs> でもねでもそう <laughs> 絶対釣ります公園おいいですね 食べ過ぎですだって食べ過ぎたかおりちゃん俺の妹いや妹私実際に妹ですよだから妹んなんていうのかなあのリアル妹そのまま素直に大きくなってねありがとうございますもうだいぶ大きいけど と楽しい本当に大好きぴったりハマった時き本当に気持ちいいフフフあそっか私長女なんだお兄ちゃんいるけど女の子だから長女なんだハマったなんか今度じゃあかよた広ろしをちゃんこの順番 おリアンネだって19なんですよかっこもうすぐ20わーもうすぐやばい自分がそんな20になるなんて考えもしなかった考え考えもしないっていうかお兄ちゃん優しい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 かな そうえ、可愛い,いありがとうわがままな流しそうめんわがままなこっから流しそうめん流れて太ってないよね二 <laughs> 十歳になったら何をしたい 二十歳じゃないとできないことって何だろう何したいそううちんち平和ですよもう平和バカみたいなこと言ってるねなんかクイズ番組見てたらお父さんがバカみたいな声で答えを叫ぶからそれにおばあちゃんがキレるっていう毎日でした <laughs>、うん、かおりちゃん可愛い,いって嬉しいえ可愛い,いとか言ってくれて本当に嬉しい まなちゃん覚えるねマナ、ま、ちゃん何人家族えっとえっとね全員で住んでれば一緒に住んでれば7人ですでもバラバラなっちゃったんでそう香人こんばんはこんばんは年金納められるよって <laughs> そうバカみたいな声と大きな声すっごい大きい声意外とかわいいとか嬉しいありがとうございます 喜んじゃいますよ私。あのね星とマナだよ。あ時間何時までえっと十おいもうこな時間？十一時四十までです。どこ出身？岡山県です。岡山県って知ってますか？でも可愛いとこ言ってくれて嬉しいんですけど。 あのもしかしたらこれはショールームでインカメラだしちょっとだけ上から撮ってるから可愛く見えるのかもしれません私はん普通のカメラで見たらそんなに可愛くないですなのでがっかりしないでくださいもう自己申告しますこれはインカメラです <laughs> そうインカメラだししかも自分の好きな角度で撮ってるからそうなんですよ 言っとこ <laughs> お得なウインナーって面白い o n ンス t o p 食べちゃいけない」<laughs>「体重が激しく増加」<laughs> おショールームの書くのかわいいお出番で見た時もかわいかったよもうそれはもうありがとうございますほんとに。 今日の声もかわいいかとほんとですか劇場の香ちゃんもとかわいい。嬉しい。自分の目で確かめに行く。おっカモンカモン。嬉しいです。そう、ひとみことね、さんも岡山。嬉しい。ありがとう。安心しましょう。安心する。声がかわいい。嬉しいです。声ね。ひ <laughs> と夏の劇太り。やばいやばい。ひと夏の。 りどこまで増えるの <laughs> <laughs> 夜明けになるとお腹減る <laughs> お出張公演友達が当選したってありがとうございます痩せたってそんなことないんですよ でも2歳2歳じゃない2キロ痩せようって約束したので2キロ痩せます私は2キロ痩せます今日はね眠くないですなんかなんでだか分かんないけど明日のショールーム楽しみお流れ星ほくろかありがとう今悩んでるのがこのやればを本当に取りたくてでも取る取る怖くてなんか取って。 取りたいんですけど、ねっていう話鹿児島から岡山に移り住むかもだっておいいですよ、めっちゃ平和なとこですよかわりちゃんの歌わりが好き、嬉しい眠かったやれば可愛いよ首かしげるいつかしげるんですかどこでかしげてた私、ちっちゃい時首かしげるの癖だったんですな緊張したらこうやってやっててちょっとうざい子供で、ね ほんとにやえば嫌で違うんです聞いてくださいあの学生言ったっけこのこと学生の時はやえば結構気に入ってたんですよ可愛いかなって思って <laughs> だけど大人になったらちょっと嫌になってきちゃったんですよ撮りたいなって思っていやえばチャームポイントなんですか私嘘私でほくろもここのいらないし でもこここの3つははいるこれは取っときたいこっちはいらないかな <laughs> そう今 <laughs> 取ったらちょうだいっつちょっと <laughs> <laughs> ハリマちゃんに取ってもらうば血まみれになっちゃいそう取らないのって取りたいけどねなんか高いらしいんですよ強制するとそう ャーポイントだよってありがとうございましたお,あるとおやせお奥歯抜いたら顔おくなる嘘。本ほんとですかなんか親知らず生えてきたんですよ最近そうそうそう大人になったからかわかんないけどお親知らずが生えてきてなんかなんか痛いみたいな僕の友達に歯医者いるおおいいな 歯医者は私意外と苦手じゃないですよ天使かよありがとうかよ <laughs> ね口のほくろない方がいいですよねそれ思います本当に親知らず抜いた方がいいんだねえ <laughs> 抜いたらちょうだいまたちょうだいって出るけどいらんでしょ <laughs> ハリマちゃん抜くとかも怖い恐怖しかないそのエヴァがお気に入りなんだけどねえー、そう言ってくれると嬉しい、えー、つけたり取ったりできたらいいのに明日配信多分できますできますできます多分やると思いますでも夜になるかなわかんないけどやりますね明日もやるぜよえー、し喋り方大人っぽいでしょ <laughs> 僕は世間知らず <laughs> うまい <laughs> そうセーターメッセージありがとうございましたうれしかったですすごいあ知ってる矢作雪菜さんですよね明日の配信のためだけに呼ばれました名前で非公式アイドルみゆさん矢作キナさんと喋ったことありますよく司会の時にそう 可愛くて優しい優しいか。明日は何時に起きるかな7時かな夫 <laughs> だけ聞いてたら子供もくしか行けないから嬉しいありがとうあそうそう矢作ゆきなさんも27番になっちゃうんですよねそうそうほんとだお互い最年長おお共通点共通点 もし十六期に十分より年上の人がいたらね、めっちゃ甘えちゃうね。甘えちゃう気がする。そう。いや、年上いないけど甘えてるんだけどね。<laughs> そう、甘えちゃうの。結構甘えちゃう。あやみんとか、あやかちゃんとか。その辺に甘えちゃう。<laughs> でまなかちゃんにもちょっと甘えちゃう。大人っぽいから。 <laughs> 年上なのに甘えるめんどくさい最年長こと私です <laughs> 劇場公演でファンになりましたえそう言ってくれるとすごい嬉しいですそう年下にも甘えちゃうのなんかあ投げにも甘えるかもしれない甘える甘える <laughs> 投げにも覚える覚えてるよ 誰に甘えるかななんかね結構甘えるようになってきた最近結構みんなに甘えてるかもごめんなさいねめんどくさくて今日の公演のダンスかっこよかったえ本当にですかねえでも今日一回やっちゃったんです私ひと夏の反抗期の時に2番の時はなんかこう踊らずに移動なんですけどその移動忘れてそのまま普通に踊っちゃったんですよ もうやっっちゃったでみんな移動して同じふりしてるの私だけその場で踊っちゃってもうほんとさやってそれで気づかないようにそれで合ってるんですって感じでするべきなのに顔に出しちゃってあってやっちゃったんですもう本当にそれのねショック見直して見直さないでくださいもう本当にそれがショックでしたで、ね、後でねあやみんとねかなちゃんね面白かったのなんか カオリン今日ソロダンスしてたねって言ってさソロじゃない見えてたやっぱりやっぱり見られてましたか本当にごめんなさい映ってませんように本当にやっちゃったちょっとだけ言い訳するとあのそこの部分を昨日すごいズッキーのズッキーの動画をズッキーに撮らせてもらった 動画を見ててその部分たたくさんん練習してたんですよだからうれしくなっちゃってそれをもう一回たくさんやっちゃったのが原因です。んわかんないけどもうショックすぎてやばいそう表情出ちゃってそれせずにそれが正しいって感じで踊っとけばバレなかったかもしれないんですけど、はありがとうございます皆さん初見ですありがとうございます。 SGU のコウコちゃんのょ…あっ知ってる田中コウコちゃんですよね。可愛い,いですよね、知ってる。握手会で見たことあります。そう、練習して間違えちゃうパターン。ありがとうございます、とんまいって言ってくれて。ショックでしたね、それが。今日一の。 <laughs> これから見ようと思う僕はどうすればいいんでしょうえっとひと夏の反抗期だけを飛ばしてください <laughs> 田口真奈香は可愛いですかってめっちゃ可愛いですよ特に最近めっちゃ可愛い元から可愛いけど16期のんか <laughs> ありがとうございます私それ最近香りん気になって握手会買ったよえ気になってくれてありがとうございます本当に嬉しいです たくさん目があった。おう目ありますよ。あ知ってる茂木かすみさんめっちゃ、可愛いですよね。そう、か可いいですよね。ミネルヴァで、惚れました。かおりちゃんにとってナーミンとはえっ、ー、とね、ナーマンは、うーん、なんだろう。しっかりしてるお姉さん。かっこ私が年上。<laughs> でもね、ナーマンは、ナーマンって呼ぶと喜んでくれるんですよ。だから、ナーマンを見ると、ナーマンって呼びます。はい。<laughs> ナーマン。道枝ちゃんと顔に押し、お、じゃあ、さきちゃんの前にしますね。道枝さきです。二人を押してくれて嬉しいです。はい。<laughs> マンかおりちゃんのうちは何人くらい泊まれるのえー、でも4人は泊まれるなんてなんてあカラオケ行ったんですかいいな「ナーマン」ってようだってお嬉しい言ってみて。 先っっきぽの好てカオマンってカオマンって言うとリアルだな泊まり来たことありますよいろいろ指鳴らして焼き肉わずいいな食べたいゆいりさんがマネしてる香りのマネしてみてえ待ってそれ見たんですよなんだっけ岡山県出身め <laughs> っちゃでしょ <laughs> 最近自己紹介落ち着いてできるようになった。前はなんかあたふたしてたけど、始まる前に落ち着けって言えば落ち着く。あやみちゃんの真似。あおりちゃん。明日あやみに会える。ねえ、たやみさきちゃん。たやね、キスしてくるんですよ。かわいい。たや。岡山県出身。 ヤ田ダマナさんこいつもやってるあの、ね、明日もないハンネハシダマンだよこんばんはうんさやちゃんありがとうエリーちゃんのね。エリーねあキスマだってそう… <laughs> めっちゃモノマネ振られてるんですけどもやんないですよ <laughs> やらなーいやると見せかけてやらやらへんのかい2時に帰ったあらうんーとどれやもうかなって <laughs> 前あやかちゃんほんと似しやすい真似しやすい人っていますよねさっき棒話す途中止まってる嘘明日の君のみ見,見よう絶対 <laughs> おお初握手嬉しいです 僕のモノマネし…いいよ <laughs> 前田の影穴でかおりちゃんがまんで笑いしそうになった <laughs> 似てた <laughs> いいですよ皆さんのモノマネもしますねかおりちゃんを真似しようそう確かに自分の真似したい…自分の真似ってでもできないですよね 君んな見るぞ MC 緊張する皆さんの真似もしてあげますね <laughs> 怒らない,怒んないでね <laughs> あそうだ今日もお手紙いただきました初見ですってありがとうございます 君にコメントしてってえ恥ずかしい <laughs> ジンさん私も特徴ない人間ですよ一緒 <laughs> わしのモノマネイメージではよイメージえ何、ー、だろうわかんない。 <laughs> 今月初見ですあありがとうございます今月今日も手紙いただいて今半分読みあと1通で終わり <laughs> もう一回楽しみ。あと1通読んだら終わりですフォロワー増えたって嬉しいその笑い方どれだあ今日の写真あら今日はくるるんと ハグしてるのであります。大変ちゃんかいジャイケン大背慣れそうって。うん無理そう。なんでそんな可愛いの似合いのなの。産業だけ朗読しません。ハギの日。<laughs> 私の羊はどこ？そういえばね。 やばい見ちゃいけないもの見ちゃったグミ見ちゃった食べたいフォローしてくれありがとうございますだよね初見じゃないよね思いました手紙届いたそう今日手紙もらったんですよたくさん嬉しかった食べちゃダメだよねなんかグミ一個で太んない気もするけどでも 約束したから食べません水飲んでお腹減ってるのは気のせいなので寝ますやっぱこの時間はやばいですよねはいもう絶対食べないせっかく頑張ったんだもんもう約束したから食べない好き大好きありがとう <laughs> 嬉しい 何味のグミ好きぶどうかなでもレモンも好きだしグミは基本何でも好きですグミぐらい平気っていう天使の声があります行ける時は握手取る嬉しい誰と約束したの、ま、なかちゃん二人で痩せるんだ私が食べとくねダメ二人で痩せる約束したから報告するの あのね、今日もねあんまり食べてないよって報告したなんか本当にデブあさっても握手会だ嬉しいよ頑張るぞ痩せるぞ左手伸ばしてないばここにありますよ 食べてケーキにしようだってあ、食べるミルクレープ食べたい今日コンビニにミルクレープ売ってたんですダイエットする必要ないと思ううん、えー、そんなありがとうございます本当ですかじゃあちょっと食べる <laughs> そう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 違うんですあの違うんです違うんです違うんです顔が太いんですよ私は 顔が太いから、顔をやせたくて、なんかよく、どこから太るタイプって言うけど、私もしかしたら顔から太るタイプかもしれません。覚えてるよ、覚えてるよ。お腹が空いた。早く寝ようショールームたちにね。お、私もこの後は、この後の予定はショールームが終わったら、あ、まず、 洗濯をたたみますそしてお風呂に行ってでお片付けしてうんお手紙を読んでオンデマンド見て寝るそして明日はレッツラゴー <laughs> そんなにいろいろするのさう お覚えとくくっつんさん覚えときますコンビニ行かないですよ <laughs> そう明日7時起きすぐすぐすぐ寝れますよ小栗ゆいゆい、ゆい下を見うひなのひなのおしたーくんさん 移民時間ちゃんととって寝そう今日はもうバカみたいに寝ちゃったんでびっくりですよ今日十12時までにしたんですよもし朝公演でしたら遅刻ですよもう危ない危ない本当に危ない今日の晩ご飯はえっとカレーのお肉ですあの劇場のお弁当をもらいましたカレー味のお肉食べたからね寝すぎでしょ10時間ぐらい寝た びっくりした起きたら12時なんか気持ち悪かった <laughs> ショコラバニラのスーパーソイトクリーム食べてます <laughs> うるさーい <laughs> 嘘です美味しく食べてください <laughs> 記憶力はねどうだろう和田彩香さんに似てる本当ですか アンジュルムさんですよね。歌声がすごく可愛い,い。ティラミス氷の、えー <laughs> 食べないでーな。ってかこの前行ったやつなんだっけ、かなちゃんとあやみについたかき氷が本当に美味しくてもう明日も食べたいレベル。 ですもう美味しくてもう一回食べたいもう本当にふわふわしてるあんなかき氷マジで初めて食べましたしかもチョコレートのってるしなんかブラウニーみたいなのも乗ってるし本当に美味しいでもちょっと寒かったけどでも本当に美味しい本当に食べたいもう一回あそこに握手会に来る方の名前えっとねす すぐに覚えれる方とすぐ覚えれない方がいてでも何度か来てくださったら覚えるんですよで一回覚えたらもう絶対忘れないので、はい、お名前まで一緒に覚えたいからだからなるべくなん一回じゃ無理な時もあるかもしれないですそれは雪かもしれないねもしかしたら雪だったのかなちょっとかき氷来るの遅くてどうしたんだろうねって言っててオホーツク海まで取りに行ってんじゃないとか言ってね遊んでたの <laughs> 本当に美味しかったよ。もう一回行きたいよ。私はわかるかなあ、最近来てくださってる。ありがとう。わかりますよ。あさって覚えててくれるえ、もう、もう覚えてますよ。納豆かき氷いいあ、お父さんに似てるのかい。納豆かき氷ってちょっと正直まずそう <laughs>。行きたい。マジかき氷美味しすぎて。やばかったんですよ。ぽ、ぼやんさん。 ブヨンですって私会で来た時に教えてくれたら「あ!」ってなりますよ <laughs> ショールーム名言ってくださるとわかるあとそうかき氷おうちでもつでもチョコのかき氷って作れないからどうやって作るんだろうね名札取っても余裕ですよああ確かに頭痛くなる 水確かにかき氷ってカロリーないじゃないですかこと一緒やっぱ食べてない私もそれが初氷初氷じゃないあっ違う浴衣祭りの時にかき氷もらったんだ美味しかったー大好きーきびだんごそうきな粉味のかき氷やればちょうだいって言った人ってわかる絶対わかるかき氷は おう、なぎうしかな、ね、なぎうしなんですね。い、号泣してる、本当ですかなふだなくても,も、一回覚えたらもう大丈夫ですよ。安心してください。じゃんけん、頑張りますヒョウ柄の帽子ですね。あ、本当だ。お名前にも入ってる。オッケーかき氷食べたい。美味しかった。 Wi-Fi 頑張れってどうしたんですか Wi-Fi はここだよあったかくなってる私の Wi-Fi え画質悪くなってきたのなんでおかしいなちょっと近づけてみるよさげなご発見嬉しいえ画質止まってる画質止まってる 画質悪いのどうなってるのえ嘘知らなかった。どうなってるんですか不思議な魅力嬉しい。信玄餅って読むのかなあ知ってます天使のなんとかみたいな。天使のなんとかみたいなお餅食べに行きたい。 不思議な魅力って嬉しいすごい w i f i 近づけたら治ったすごいすごいなんでだろう癖になるって嬉しい天使の涙だお餅のやつめっちゃおいしそうだってお餅大好きってかあれが好きなんですよ水餅えなんかよくスーパーに売ってる青いパックに入った透明のお餅に自分できなきな きな粉が入ってて緑の串刺して食べるやつが大好きで知ってますかなんていうの、商品名わかんないけどあのあのなんだっけそうそのお餅が大好きなんか透明な丸いのがたくさん入っててそうあわらめ餅なのかなそうそれわかるってそうそうそうそれが大好き Wi-Fi さんも映りたかったのかな確かに 俺のおかげで配信できてんだぞ。みたいな。<laughs> 黙って。そう、わらび餅いいですよね。表参道にあるんだ。へえ。行きたい。表参道は原宿の近く。はるなちゃんさん、ありがとうございます。嬉しいです。来てくれて。<laughs> 食べたい、わらび餅。 きなこにソースがかかってる、先に寝るね。おやすみなさーい。もうちょっと寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ねえ、毎日ワイファイ頑張ってるね。おやすみー。は、え、四十分過ぎてる。本当だ。や <laughs> るしちゃった。お <laughs> や、過ぎてる。まあ、いっか。じゃあ、ランキングしよう。 今日面白いいだって嬉しい <laughs> なんかね一個面白い話があるんですよ。劇場公演が終わった後に挨拶するんですよ。あのその日の鍵穴の子がなんか最後にみんなスタッフの皆さんにありがとうございましたって今日一日ありがとうございましたって挨拶するんですけどなかちゃんが <laughs> またなかちゃんなんですけど。 まなかちゃんが鍵穴の時にあの「今日一日ありがとうございました」って言うんですけど愛菜香ちゃんがね「ありがとうございなんかね店員さんみたいで笑っちゃったの店員さんみたいなの笑かありがとうございました」って言ってて愛菜香ちゃん面白かったっていう話 <laughs> そう香りの滑る話まなかちゃんがツボ面白いんですよ 世界一可愛いってありがとうございます。お、僕の娘に似てるって、会いたい。えー、会いたい。何歳なんですかかおりちゃんの話好きよ。ありがとうございます。何階にいたのってどういうことかおりん。可愛い,い。<laughs> そう店員さんみたいなありがとうございましたで面白かった話なんですゼロ、えー、0歳私が店員だったらどうなるかお釣り計算できない <laughs> 今日のコンビニの店員さん面白かった <laughs> なんか「700万円なんです700万円です」って言って。 言ったんですよ店員さんに「であはーい」って出そうとしたらその人間違えてっていうの言い間違えしてて焦ったのか「画面に表示されてる通りです」って言い出して画面見たらね790何円だったなんか分かんなくなったらしくてそう面白かった「画面に表示された通りです」って初めて言われた「普通何円になります」って言うじゃないですかその店員さんマジ面白かった。 <laughs> 画面見ないとーと思って急いで画面見たんで <laughs> 表示の通りですとえって「ーって思って面白かった <laughs> あはいって言って出したの絶対表 <laughs> 面白かったその店員さん面白かった <laughs> すいませんねよく間違えるんですよって言ってたからね大丈夫ですよって言った <laughs> 面白い <laughs> にょほほって急いで画面見てるかおりちゃん見たいみたいそうで画面見たらなんかチケット販売のこと書いててえどこって思ってその直後に表示されてアクリルかと思ってテンパっちゃったのかな <laughs> あとあるあるは プリクラ取りたくて500円を崩す1000円を両替機で崩そうとしたのに間違えてメダルの方をしてメダルが出てきたとかメダルいらねえよって思ったことあるそういうことですよね <laughs> どういうことか分かんないけどねえバイトでけえ怒ってないよ <laughs> 実はかおりんだ時気,気づかれないよ私絶対気づここのショールーム見てくれてる方ぐらいしか とかててくれてたり私のことしてくださってる方しか気づかれない自信があるいやそりゃそうかそりゃそうなんですけどなんかそうオーラも何もないのでそうだって前前お店行った時にねなんかねそうなんだっけ普通に電車とかで AKB の話してる人の隣に座ってるし <laughs> あとねあのね お店いたらね、あ、アイドルさんみたいですねーって言われた。<laughs> そう。そう、オーラないの。<laughs> あ、ありがとうございますって言った。<laughs> あとね、あるあるはね、AKB になってから、AKB さんになってから、なんか、あの、なんだっけそう、なってから、あの、 何かねお店とか行って頼むじゃないですかこれくださいみたいなでその時に超笑顔になっちゃうんですよなん,かここなんか「パスタの方?」とか言われたら「はい!」って言っちゃう <laughs> そういうのありませんかそれがあるあるめっちゃ返事でかく言っちゃうのなんか握手会してる気分になっちゃって「でご注文以上ですか?」って言われたら「はい大丈夫です」みたいな「<laughs> ありがとうございます」ってあとね あとお釣り渡された時とか普通に「ありがとうございます」って言うんですけど普段昔はでも最近はお釣りとか渡されたら「ありがとうございます」ってめっちゃ言っちゃうの <laughs> そう出ちゃう <laughs> で、ね、あやみんとファミレス行った時にね笑われちゃったなんかあのねそう「はい」って手挙げるからもうかわりちゃんやめてって言ってねあともう一個面白かったのがそうなんか店員さん呼ぼうとして ふざけて店員さんいないと思ってボタンを押した後にカモーンってやったんですよいないと思ってそしたら店員さんいて目合っちゃってめっちゃ恥ずかしかった <laughs> いやーやらかした後いたずらし心でやったのに店員さん見られてたマジで恥ずかしい <laughs> もうこうなったら11時までやっちゃいます12時までやっちゃいますこうなったら。 本当は40分までの予定だったんですけど困るかな急に変えたらめっちゃ配信してることになっちゃうまあいっかそんな20分なんて変わないですよねやっちゃおあでもリアクションは AKB に入る前から大きいですそうリアクションは本当にでかい昔からそういたずら大好き <laughs> めっちゃいたずらしますよ 今日もじゃあセリフの練習してから寝ますねじゃあセリフしましょうかもうもし次回ってきたときは絶対成功したいので行きますもっと元気よくなんとかなるさご来場の皆様 a k b 4 8六期研究生の稲垣香織でございます 大変厳しい時代がやってまいりましたがこの劇場にお越しいただいたからには外のことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんか推しているメンバーはもちろんのことそうではないメンバーにも声が続く限り応援のほどよろしくお願いします盛り上がっても2100円盛り上がらなくても2100円でございます不況を吹き飛ばすのは日本の未来を変えるのはあなたあなたあなた皆さんなのです行くぞーはい できましたはいできた <laughs> やっぱり公園じゃないとできるな喉乾いた水があるぞ成功したこれ <laughs> できた目指せハーイテンションハッピーなシャ尺は絶対収まるもう尺はまる 昔からこの曲聴いてるからど,どの部分のメロディーでこれを言うっていうのはわかるそうずっと聴いてたもん知ってるそううん <laughs> わーい褒められた滑舌いいって嬉しい水の音も憎みどうぞノーノーノー 劇場行きたたくくなったぜひ来てください楽しい公演やってって楽しいですグミ食べてって言わないで食べて梅食べようかな代わりに星梅そう浦野和美さんアイドルの夜明け公園好き。 レリゴゴゴレリゴゴゴアイドールの夜明けが来たレリゴゴゴレリゴーゴー懐かしいチャンスはいまだあのね楽器できるクラリネットしたいな私ああ拳の正義 ああ、春一番が好く頃、昨日聞きました。あれで。なんだっけ。何で聞いたんだろう。あ、携帯で聞いた。クラリネットできるよ。吹奏楽部だったもん。UFO できるんだ、かっこいい。なんだっけ、UFO じゃなくて、でっかい楽器。なんだっけ、なんていうんだっけ、チューバーじゃなくて、ユーフォニアムじゃなくて、なんか、 バンドんなんだっけあれマーチングの時に担ぐやつなんだっけなんだっけ出てこなくなってきちゃったあのでっかいやつ掘るんじゃなくてああタンポポのゲスもいい演奏会出たことコンクールに出たことあるでも不問感ないのそう白いやつなんだっけやばいやばい忘れちゃったピッコロは吹けないですあっ太田さん大好き さんもシャメ会行ったことあるえ、なんだっけチューバーじゃん。なんだっけチューバーって言うんだっけあれ。スーザーホンそれゆいメロちゃんさんありがとうございます。スーザーホンだ。スーザーホンってめっちゃかっこよくないですかめっちゃかっこいいあれ。こうやって背負って服くの。練習大変。マジで吹奏楽部時代は本当に、本当に毎日部活に行きたくないレベルだった。ほん 本当に行きたくないぐらい苦手だったそうほんとに苦手マーチングって歩幅決まってるんですよね怖くて先生がそうでも行った部活も私中学3年間皆勤賞だけどあの部活も皆勤賞なんですよそう そうそう部活前住んだことないのほんとだよ嘘じゃないですよそうだからねうーん楽しい楽しいちゃってだから AKB のイベントもね、まあ、当たり前だけど休まないようにしたいです皆勤賞目指すぞそう目指しますほんとにもう嫌すぎてその そそうそのせん部活の先生の車なんか部活行く途中に登校してる途中に先生の車が通り過ぎていくとあーまた今日も先生来たのか <laughs> マジ悪い子供そうなんです高校もかいまだまだ見てるよありがとう見ないで恥ずかしいから <laughs> そう 車にいいいたずらしてないしててななあーまた先生いるかーって思ってさ本当に怖かったんだもんマジあれがと飛んでくるからね指揮棒が、ね、握手解決的だけは絶対したくないですだって絶その子と握手するつもりでケのをずっと前から取ってくれてね絶対嫌ですそれはだからもう。 絶対に最長管理はしっかりん時間やばくないやばくないやばくないやば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 いランキングします十三位しゅねーちゃんさんありがとうございますしゅねーちゃんさん十二位ひいちゃんさんありがとうございます名前省略してごめんなさい十一位よしなおさんありがとうございます 10位、トキさん、ありがとうございます。9位、モえカちゃん、ありがとうございます。8位、うん、なっちゃん、ありがとうございます。はいはい、7位、ねこひでんさん、ありがとうございます。6位、カムラアトマック、いながきかおりさん、ありがとうございます。名前入れていただいて。5位、 歌詞お塩遺族さん、ありがとうございます、歌詞さん。4位、ソニックさん、ありがとうございます、ソニックさん。そして3位は、ウチポンあため、ウチクマさん、ありがとうございます。そして2位は、しのぶなおちさん、ありがとうございます。しのぶなおちさん。そして1位は、中村ーさんです、ありがとうございます。 今日はタワーをくださってありがとうございます。嬉しかった。でもギフトとかもたくさんくれてるの今見えてるのでありがとうございます。ギフトをくれた方もありがとうございます。ハートとかたくさんくれてる。スイカもくれてる。花束もある。たくさんありがとうございます。ごめんなさい。そして今日見てくれた方ありがとうございました。そして40分で終わるって言ったのに延長してごめんなさい。あと。 あと、今日ランキング早く言えたね。<laughs> あと、なんだっけ、あお手紙を読ん、んお手紙を送ってくださる方もありがとうございます。あと、んと、推薦コメントもありがとうございます。あとはメール、いつも私の方を読んでくれてる方もありがとうございます。明日もメールしますね。そして、あとは、どうしよう。 あと、楽しいとか言ってくれてありがとうございます。コメントもありがとうございます。ランキング入れなくても見ててくれた、遊びに来てくれた方はありがとうございます。おーっと、俺でも言えたかな。あ、フォローしてくれてる方もありがとうございます。あー、楽しい配信嬉しい。そう、要はすべての方です。要はとかメール読んでください。なんか画面がぼやけてる。 お手紙とか推薦コメントかえ寝ちゃったお手紙と推薦コメント書く前にすやーって寝ちゃったどっちやええ子やフォローしますありがとうございますよかったらフォローしてくれると嬉しいですありがとうございます明日も朝からメールを送りますので見てください今宵も待ってみて会いましょうおじゃあいきますね <laughs> 昨日からぼやけてるそなんで w i f i をお2分なのでバイバイタイムしますフォローしたいありがとうございますなんでもやかかってんだろうねオーラかな <laughs> ついにオーラ出ちゃった <laughs> はいありがとうございますもう半分寝ながら見てますじゃあもうゆっくり寝てくださいメール取りますあレンズ汚れてるから治りました レンズ汚れてたのかなぁ治りましたうちって言ったようち見てくれてありがとうございます皆さんもご一緒私セリフに言うけど早くちゃん練習してるんですね <laughs> 違いますよ治った <laughs> 面白い 私の携帯が汚いだけじゃないですかやだやだ恥ずかしいどうしようどうしようちょっと待ってそんなわけないじゃないですかいやごめんなさい <laughs> 私のせいやん <laughs> Wi-Fi のせいにしてごめんなさいあ私のせいだったんだやばいやばい恥ずかしいごめんなさい汚い女子みたいバイバイ見てくれてありがとうございましたバイバーイ ありがとう、見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。あの、明日も頑張ってください。応援してます。バイバーイ。ちょっと引かないでくださいよ。バイバーイ、あと1分。バイバーイ。<laughs> お、じゃあ切りますね。やばいやばい、12時来ちゃう。いいっせーので、出てきてくださいね。いいせー。